とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も行きましょう。古代狩り5周。出ないもんね、最近、本当に。本当に出ない。でも、ちょっとね、普通のミッションもクリアして、アイテム結構入手したんだよね。ユニーク装備結構あるから、これを使って、回っていきましょう。まあ、すべて 80% 台で、行ってみるね。お、いいよ。いいよ、いいよ。一周目から、ちゃんと出てきてくれた。やっぱり運なんだな。運なんですよね。スノーアーマー。ドロップ品への運はないところだね。まあまあ、最悪、お店で出てくれればいいから。よっしゃ、また来た。隣に置いてあったじゃね。隣の穴にありました。あー、グリムガーディアンか。今回ちょっとね、レベルを上げてきたんで、若干きついか?あ、オッケーオッケーオッケー。どこだったっけ?どっかにはめれるんだよね。この辺で戦えばよかったかな。はい、オッケー。闇のアーマーか。一周目、おしまい。まあ、2体だから、良かったんじゃない?悪くないよ。おっと、ビースティンガー。あ、違った。凍てつく金属片が。あ、まあまあまあ。黄金スキルはいいとしよう。エンチャントちょっと微妙だな。微妙だね。やめときましょう。ラストラーフ。ラストラーフ自体、あんまりよろしくないからね。いらないね。チルゲール。シルゲイル、いらない。もちろんいりません。お、輝くローブ。いらない。いらない。クールダウン2だけども、エンチャントが若干微妙だな。お、また金属片が来てるぞ。お、重力がついてる。いやー、よくねえな。よくないね。やめましょう。全部ダメだな。はい。次行きます。フロストワーデンがまた来たよ。いいね。スカが一回もないんで、この調子で行こう。この調子だよ。でもユニーク出ないな。ユニーク出ないともう外れも一緒だからね。まあまあ一緒ではないけども。ユニーク来て。2周目終わり。1匹だったか。まあちょっと残念だね。いや。ノーマル品は特にいりません。魂のフィスト踊り子。いや。あ、いや、良くないかな。微妙かな。魂、いらないね。次。お、次。生きたツタ。お、お悪くはないね。あ、悪くはないかもしんない。おう。いやー、そうねー。そうねー。一応買っとくか。一応買っときましょう。これの、トラップで毒にかけるっていうやつの、毒も強化されてるのかな?どうなんだろうね。まあまあ、一応買いましょう。買っとけ。コメントでも、なんかあったんだよな。生きたツタのアーマーが、最強の気がするみたいに書いてあったんで、ちょっと乗っかって一回買ってみよう。はい。3周目いこう。おー、いいよ。3周目も、ちゃんと出てきてくれたね。スカがないっていうのは本当にいい。あ、俺ね、ここでさ、レベル上げできるのかなと思ったけど、どうなんだろうね。これボス倒さなければ、クリーパーずっと湧くじゃない?どうなんだろうね。いや、ボスも近づいてくるから無理か。はい。まあ、とりあえず、輝くローブ。
ユニーク来たー。よし、また来た。いい感じ。永続かな、ここは。永続だね。来なさい。おー、わー、ここね、ウィザースケルトンがね、嫌いなんだ。うん、レベル差があったとしても死ぬことがあるからね、要注意。3周目終わり。まあまあまあ、外れがなくってよかったかな。見てみましょう。機械仕掛け。おっと、クールダウンショット3。バーストストリングもある。悪くないよね。あー、いやー、リフレッシュにはあんまり向いてないのかな。クールダウンを、減少させるやつのためだけだから。まあ、テンポシフト入れればいいか。いや、でもそれにしてもいらないよ。いらない。うん。もうすでに夜の棒を持ってるから、あれでもう完結でいいでしょう。効果員はいらないね。いらないね。うん。そこまで強いやつではないんだよね。海の中では使えるけど。アズールシーカーいりません。ブロードソード。あ、エコーがついてるか。いらないね。今持ってるやつの方が、おそらく強い。いりません。黄金スキルでダイナモついてるからいいと思ったんだけど、エンチャント2つで、使い物になりませんね。4周目でーす。おー、4周目も外れじゃない。嬉しいねー。おぉ、外れが出ないってこんなにも嬉しいもんなのか。あー、ここはね、生きたツタのアーマーが出るんだけどもね。ノーマル品です。落ちちゃった。おー、また出たね。え、なんだっけ、ここ。呪われた存在か。あー、古代の恐怖。お、やったやったやった。古代の恐怖。英雄アーマー出すのか。やった。俺ね、今ね、英雄アーマーをすげー探してんのよ。はいはいはい、古代の恐怖から出るのね。わかった。4周目終わり。外れがなくって嬉しいよ。最後も頼むね。どうだ。お、ソウルダンサーローブ。え、あ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 、いやー、わ、悪くなさそうなんだよな。ポーションバリアもついて、で、毒フォーカスでしょ?で、エンチャントで一番左を防護にして、で、真ん中で、あ、これ、意外と使い道がありそうな気がする。買っとけ。なんか、お、今回防具がいい感じな気がするよ。はい、次。お、フロストバイト。あー、これは、よろしくないね。これはいらないね。ポーション使った時、食べ物出てどうするんだって思うんだけどね。必要はなさそうだよな。あー、いらないね。いらない。もう夜の棒今最強持ってるからね。おっと、ダイヤモンドの剣、衝撃波。で、クリティカル。で、あー、いや、一番右が良くないね。リフレッシュとガード選べるのはいいけど、まあ、いらないか。次、ツインボー、いらないかな。いらないね。はい。ラスト!ラスト1回は外れでしたね。まあまあまあ、4回当たりだったらまあいいか。見てみましょう。アズルシーカー、いらないね。氷の牙も、もちろんいりません。探検はやっぱりそんなに好きになれない。ラストラーフ、いらないね。もともとがそんなにね、あれだから、いりません。お、バーストゲイル。いや、よくない。バブル、いらない。監視もいらないね。
いいか、うん、全部いりません。はい、ということで5周回った結果見てみましょう。今日結構出てんじゃない？9個。あ、いや違うわ、9個じゃねえわ、2つ買った、うん、2つ買ったから7個だ。まあいいんじゃないですか。見てみましょう。スノーアーマー、ノーマル品は基本いらないね。うん、基本いりません。雪の弓、マルチさん、いいね。おお、クールダウンショット、まあいらないか。ピグリンアーマーもいりません。こっちから見るか。コグクロスボウいらない。これはね、俺が買ったやつだよね。うん。ポーションバリア3がついて、毒フォーカスがついてるんだよね。で、雪玉とライフブーストがあるから、悪くなさそうなんだけどね。と、ソウルダンサーのローブも買いました。毒フォーカスがついて、防護でしょ？で、ポーションバリア。で、こっちがね、魂の袋か速度、これ両方ともいけるよね。うん、装備にマッチしてるんで良さげでは。輝くローブ、いらない、いりません。勇者頼むよ、ポーションバリアついてて、お願い、ついてる。毒フォーカス2か、2のポーションバリア。あー、なるほどね。タンブルビーか。まあ、なんか微妙だ。デスバーターはいいとして、真ん中微妙だな。黄金スキルもね、毒フォーカスの3だったら全然よかったんだけどな。まあ、いいか。保留。はい、ということで今回防具が3つ残すことができました。なかなかいいね。防具はねすごく欲しかったんで嬉しいです。ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。